はい、皆さんこんばんは。 MWebCOM1 です。今日はですね、皆さん、携帯っていうかスマートフォンのパケットってどういうふうに運用してますかね。僕はですね、スマートフォンの節約方法についてちょっと、他の人がね、もうアップしてあげてるんですけど、僕は僕でとね、やりたいと思います。でですね、iPhone4S でも5でもいいんですけど、暗くなっちゃうんですよ。ほらね、これはですね、ちょっと近くにしますけども、暗くなっちゃうんですよ、ほらね。こういう風にちょっと暗くなっちゃったらごめんなさいね。ちょっとズームアップしますね。ここの部分あるじゃないですか。赤くなっちゃってるんだよ。これ。これの部分あるじゃないですか。ちょっとね、ピントがね、合わないんですよ。ちょっとね。はい。これでどうでしょうかね。ダメだな。はい。これでどうしようかね。この、Wi-Fi で僕はしてるんですよ。なぜかと言いますとですね、僕はモバイルルーターとか家のルーターで全部賄ってるので、パケット代はそれで節約できるんですよ。で、なんでね、そういうことをしてるかと言いますとですね、携帯代だけにね、捉えちゃうのがね、僕嫌なんですよ。今持ってる回線は、5回線ぐらいなのかな、今いろいろあって。なので、いろいろね、僕、紹介したいものっていっぱいあるんですよ。例えば、パソコンのバックアップはどういう風にしてますかとかね、そういうのもね、僕、ご紹介したいんですよ。専門は、携帯とかパソコンの話ですね。なので、そういうこともあって、語ってるわけなんですけども、皆さんの、節約方法をね、聞きたいです。はい。僕はね、モバイルルーターとか、ああいう家のルーターっていうか固定回線で、これ繋げているんで、僕とすればですね、端末だけ欲しい。端末っていうか、電話もね、使わない。あと、キャリアメールっていうのは、アットドコモだったり、アットソフトバンクだったり、アットウェルコムとかね、イージーウェブとか、ああいうのは僕、使ってないんですよ。暗くなっちゃうんだよな、こういう風にやっちゃうと。こういう風にやっちゃうと。ね、暗くなっちゃうんですよ。ね。なので、ちょっと、こういう風にね、やるとね、こういう風にやるとね、暗くなっちゃうんですよ。なので、みんなの節約方法をね、どういうふうにしてるのか、教えてください。お待ちしています。ご意見。うん。はい。で、僕はですね、以前にモバイルルーターについてっていう動画をね、ご覧いただけるといいんですけども、毎日こういうふうにやってるじゃないですか。モバイルルーターとか、携帯のこととか、スマホのこととか語ってるじゃないですか。僕とすればですね、1万回ぐらいは行きたいです。はい。まだまだ先なんですけどね。まだ、そんなね、僕も、まだすごい長くやったわけではないので、今年からね、また、やり始めたばっかりなんですけども、そういうこともあって、なので、皆さんの節約どういうふうにつないでるかっていうことをね、ご意見お待ちしておりますので、コメントください。ではね、この辺で失礼します。あとね、チャンネル登録 と、コメントよろしくお願いします。ではね、この辺で、失礼させていただきます。ではね、最後まで、動画見てくださって
ありがとうございました。じゃあね、この辺で終わります。